今年で100周年福島駅と飯坂温泉をつなぐ飯田が来ましたよ。かわいい。駅の周りには魅力あふれる場所がいっぱい。さあ、新しくて懐かしいニューレトロな電車旅へゴーゴー。あー、いい香り。おいしい。長沢優のニコニコ絵日記。福島駅前へやってきました。今回は飯坂線こと飯田ということで、実は私も高校の頃友達が飯坂に住んでたのでよく利用していました。今回は100周年ということで1924年からですね。そう、飯田こと福島交通飯坂線は大正時代の1924年に開業。会社や学校に通う人はもちろん、観光客にとっても大事な足。あ、書いてあります。電車乗り場、あ、字がある字ですね。なんか、これ気づかなかった、今まで使ってたけど。この阿武隈急行線っていうのが私が高校の頃毎日乗ってた路線で、でその隣にあったのが飯坂線です。飯田は JR 福島駅東口の近く、ここから乗るんだよ。わあ、飯田は久しぶりだ。こんにちは。すいません、今日1日ですね、飯田に乗りたいなって思ってるんですが、おすすめの切符ってあったりしますか？こちらの800円で乗れる1日フリー切符っていうのございます。なるほど、はい、飯田を楽しむならお得な切符がおすすめ。1日乗り放題でなんと飯坂温泉の入浴券付きなんだって。お邪魔します。おお、懐かしい。いいですね、この色合いがちょっとレトロで可愛らしい。窓には地元の名物を描いたイラストが。さらにはこんなものも。見てください、さすが飯田飯坂温泉ののれんがしっかりかかってますよ。遊び心満点でワクワクするね。あ、閉まった。いざ出発進行。曽根田駅はですね、福島駅から歩いてもすぐなんですね。降りましょう。え、ゆうちゃん、もう降りるの？うわ、懐かしい。福島駅のお隣、曽根田駅。ゆうちゃん、来たことがあるみたい。すごい、ちょっとレトロな佇まいで、照明おしゃれ、天井高い。曽根田駅は2年前にリニューアル。80年以上前の姿に戻ったんだよ。ちょっといいですか？私の先生のコーヒー屋さんが、閉まってるかも。ここすっごいコーヒーが美味しくておすすめです。私の中学校の恩師が今教師を辞めてコーヒー屋さんのマスターになったっていうようなお店ですね。いるかな先生。あ、こんにちは。すいません、急にちょっとお邪魔していいですか？こちらがゆうちゃんの中学時代の恩師、伏見先生。お店はもともと福島駅前にあったんだけど、駅のリニューアルのタイミングで引っ越してきたんだって。駅員さんの駅務室だったんですね。あ、この場所がですか？はい、はい、この場所はね、じゃあ駅員さんしか入れなかったところで、そうそうそう、コーヒーいただけるってことですか？そうそうそう。あ、それは知らなかったです。じゃあ今日もコーヒーちょっと一杯もらってていいですか？はい、はい、ありがとうございます。はい、ここ伏見コーヒー店はお好みのカップを選べるスタイル。ゆうちゃんが選んだのはこちら。あー、いい香り。あー、おいしい。あ、
酸味が効いてますね。うん、ちょっと酸味がね、うん、ありますよ。こうちゃんと深いコクと苦味があるんですけど、酸味が後からパッてくるんで、なんか飲みやすい、とっても美味しい。電車の音を聞きながらゆっくりできるニューレトロな喫茶店。ちなみに来月からアジサイドリンクが始まるんだって。とここで気になるものを発見。これはね、お客さんからいただいた写真なんだけども、はい、1991年かな、はい、に、けど右側が古いでしょ、はい、車両の切り替えの時のその日の写真なんです。でこの電車が今、はい、あのホームにあって、そこがお休みどころになってるんですよ、はい、昔の車両がお休みどころに。これは見に行かないと。7101って書いてあります。この車両のことですね。普通の電車みたいに見えますけど、あ、開いた。わお。あ、すごい。ここは休憩スペースお休みどころ7000。5年前に引退した車両を開放してるんだって。なんと Wi-Fi、コンセント、デスクライト完備。今ここで何されてたんですか？勉強してました。勉強？はい、あの授業の空きコマとか行く前に使ったりとかしてます、ね、勉強スペースとか休憩スペースがあるのは結構いいなっていう感じです、ね、なるほど。電車も駅も見どころがいっぱい。ゆうちゃんどうだった？はい、今回のニコニコ絵日記はこちらです。飯田開業100周年、歴史と思い出これからもということで、この歴史ある曽根田駅で飯田の、ね、こう歴史も感じながら、また恩師である先生のコーヒー屋さんにも行けて、またここでたくさんの人の思い出が紡がれていかれたらいいなという願いを込めて書かせていただきました。さて次の電車を待っていると、かわいい、あ、ラッピング車来ました。うわー、いいな、飯田100周年かわいい。こちらは先月から走っている100周年記念列車。昭和から平成にかけて活躍した5000系の車両を再現、レトロデザインの電車だよ。記念列車のダイヤは決まってないから乗れるのはラッキー。さてゆうちゃん、次は一駅進んで美術館図書館前駅の周りをブラブラするみたい。お茶屋さんですかね。ちょっと行ってみましょう。早速ゆうちゃんが気になったのはこちらのお店。お邪魔します。こんにちは、お邪魔します。あ、入って早速ありました、甘食パン。すごく甘い、いい香りがしてます。ここ岩井は昔ながらのお菓子、甘食の専門店。おじいちゃん、おばあちゃん世代はもちろん、若い世代の方もホッとする懐かしい味が特徴。さらにお店にはおすすめの場所があるんだって。あ、広々としてますね。あ、うわ、いい飯坂電車が、飯田が、わー、すごい。今目の前を通り過ぎていきました。なんと2階カフェスペースからは飯田が見下ろせちゃう。そんなカフェでいただけるのがこちらの甘食スイーツ。ありがとうございます。ゆっくりどうぞ。はい、うわ、見てください、ボリューミーですよ。あ、そしてこの下が甘食かな。うわ、これにアイスを添えちゃっていいんだ、贅沢。あ、甘食にもあるぐらいが入ってますね。うん、サクサクしてる。そして優しい甘さ、なんか昔懐かしいホッとする味ですよ。
あ、でソフトはミルクの味がしっかりするんですけど後味はさっぱりです。おいしい。甘食ってこんなおいしいんだ。他にもおとぎ話に出てくるようなホットケーキもおすすめ。イーデンが来ましたよ。わあ、こうやって見ながら食べられるのいいですね。電車とカフェの素敵コラボ。ゆうちゃん、今回の絵日記はどんな感じ？はい、ということで今回こちらです。甘食を食べながらイーデンとランデブーということで、この昔懐かしい甘食を味わいながらこのイーデンと待ち合わせをするということですね。そんな素敵なカフェでした。